妹がめっちゃご飯食べてる中来ました。ロンドンのフリーメイソンロッジまで来ました。ついに憧れの俺とアルディの憧れのということでね、無料で中でね、見れるということなんで、行ってきます。はい、グニーです。実は昨日休館日で入れなくて、今からもう一回リベンジで行きます。ここからは館内を説明しつつ、まあ、あの時は、まあ、館内とりあえずあんま、まあ、一人で行ったんで喋れなかったんで、まあ今見ながらちょっと思い出しつつ説明していこうかと、まあ、これ廊下ですね。もうシーンとした、ここがなんか書籍とかフリーメイソンの書籍とかバーってあったところですね。でここはショップで、これは後から多分出てくると思います。まあ見るもの全部がすごかったですね。この奥とかも気になったけどメンバーじゃないんで、まあこっからはしばらくずっと展示品ですね。うん、まあこれ上場シーンと、あ違う、まあ言ってもそこまで詳しくないんで、これが何々ですって全く説明できないんで、まあまあ雑談しつつっていう感じですかね。まあ館内は5人か6人ぐらいいて、まあ、受付の人が1人いて、ウェルカム的な感じでしたね。うん、まあ館内は結構シーンとしてて、まあ中にいる人たちも興味があるんだなっていう感じでしたね。まあ俺もここまででかい規模のこんなミュージアムは初めてだったんで、もう全部フリーメイソンのものなんで、あれでしたね、ボケられへんてかボケる様子がないわ。まあ、見るものが全部すごいんやろなと思って見てましたね。あ、これとかやばかったな。まあ、でもやっぱり生で見てよかったなって感じですね。いろいろ。この映像で見るより生で見た方がやっぱりもう鳥肌もんが半端ない。何もん？あ、今。そうっすね。あー、疲れた。てか、正直この展示品もそうだったんですけど、まあ、後から出てくるショップに1時間ぐらいいて、そう、アルディのものを買ったり、自分のものを買ったり、結局ショップに1時間ぐらいいたんですよね。あ、ここが、なんか唯一多分中で、なんか儀式的なやるとかもしれないです。いや、これ以上先に入れなくて、こっからずーっと眺めた。
300年以上歴史があると。まあとりあえず1日目まさかのクローズで、これ2日目なんですけどね、2日目やっといけて、あ、これトイレに、トイレのここも露光性、トイレの中はなんか男女一緒になってて、男女一緒になって3つあったかな、そこの真ん中に入ったという俺です。この辺はとりあえず尺稼ぎに撮っただけの、なんか中にあった映像のやつですね。尺を1分、稼ぐためだけに撮った部分です、ここは。まあここはマジで本当行けてよかったなって感じですね。あ、もうこっからショップですね。もうショップがマジで楽しすぎて、楽しすぎてというか、うん、だって全部フリーメイソンのやつだから。うん、もうどれを買おうかなっていう、かなり悩んだ。あ、ここら辺がもうバッチリで、そう、この辺が、この辺が結構、まあまあ全然買える値段だったんで、この辺、俺とアルディでの分買いました、ね。もうこのショップ内。はい、ということで。これもフリメイソンの靴下、これもちょっと一瞬買おうかなと思ったけど、家に十分な靴下の量があるんでやめときました、ね。この辺はもうガチな感じなんで、この辺は無理。この辺のなんか、この辺のやつがまだ、あ、これ本コーナーですね。本コーナーももう全部もう、全部フリメイソンとか、ユニバティ系の。本。で、この辺が、ポストカードとかもありましたね。まあ、ここは正直もうずっといられるような感じのとこでしたね。で、これが多分廊下に飾ってあったやつですね。なんかもうドラクエとかで出てきそうな。これが、あれですね。あ、早いな。編集が。そう、こっから確か、カフェに行った記憶が。地下にカフェがあって、カフェ&バー、あ、ここ、カフェ&バー、おー、合ってるよ。カフェ&バー。そう。この電気にも注目してるけど、電気のとこも、なんか六芒星っぽいデザインの。そう。でもこれ人がまだ、俺、もう朝一で行ったんで、人があんまいないから結構撮れたんで、よかったですね。このカフェの前にあった歴史のやつで、こっからバーに入りました。ここバーですね。まだ午前中なんで、まあ、誰も、酒飲んでないと。ここら辺からもカフェ。カフェはもう普通のなんてことない、ただのカフェ。はい、ということで、フリーメイソンのロッチ1時間、今日ぐらい見てました。もう、ずっと見てられるような感じ。中はまあ、見てもらったような感じのやつと、あと、一番上はなんかメンバーオンリーみたいな感じのところ。俺はメンバーじゃないんで、ありがとうございました。あと、カフェがあったり、まあ、グッズのとこ多分30分以上いて、っていう感じで。
総本山でした。チャンネル登録よろしく。